アランヤ・プラテート軍は、タイ中部、サケオ県の軍の一つ。コークスーン軍、ワッタナーナコーン軍、クローンハート軍と接し、カンボジアとの国境を有する。アランヤ・プラテートは、ヘキチという意味。俗にアラン・プラテートとも発音される。略称はアラン。カビンブリー県の軍としてスタート。1926年4月1日カビンブリー県が、解体され、アランヤ・プラテートは、 プラーチンブリー県の軍となった。1993年にアランヤプラテートを含む地域がプラーチンブリー県から独立し、サケ屋オ県が成立したことによりサケ屋オ県の軍となった。国境の様子アランヤプラテートはカンボジアとの国境地帯であり、過去には大国鉄の列車がバンコクからプノンペンまで走っていたが、年代のクメールルージュの時代に、 運行は停止した。カンボジアの内乱時期にはタイへ逃げてくるカンボジア難民の通過点となり、内外のマスメディアの注目を集める地名の一つであった。内乱が収まった現在では逆にタイ人の観光客の押し寄せる場所となった。これにはタイ国内では全面的にカジノの経営が許可されておらず、逆にアランヤプラケートの反対側の町、ポイペトでは、 カンボジアの法律のもと、合法的にカジノが経営されているという背景がある。タイ政府はこれによるタイからの外貨の流出が懸念しており、民族的感情上しばし緊張感関係が起こることも相まって、たびたび国境が閉鎖が行われている。またもう一つの背景として、カンボジア国内の治安の混乱が小さくなり、タイ国内でも観光需要の高いアンコールワットへ、 自家用車で出かけられるようになったことも挙げられる。2019年4月、タイ国鉄の終着となっていたアランヤ・プラテート駅から国境及びポイペイトを結ぶ国際路線が再開。同年7月からはバンコクから国境までの直通運行が再開する予定である。東部にはカンボジアとの国境が広がる。年間降水量はタイの中では少ない方である。 ほとんど雨の降らない寒気は短く、12月から翌年2月の初めくらいまでである。軍内の産業は農業が中心。カンボジア国境沿いであるため、国境貿易も行われている。また、織物産業なども盛ん。農産物は米のほかタピオカ、砂糖キビなどが生産されている。アランヤプラテード軍は13のタムボンに分けられ。 その階に111の村がある。アランヤプラテートには自治体があり、タムボン・アランヤプラテート全体が、テーサバンムアン・アランヤプラテートを形成する。以下は、タムボンの一覧である。タムボン・アランヤプラテート、タムボン・ムアンパイ、タムボン・ハンサーイ、タムボン・クローン・ラムサイ、タムボン・ター・カーム、タムボン・パーライ、タムボン・タップ・プリック、タムボン・バーン・マイノー・オンサイ、タムボン・パーンスク。 タムボンのオンさん、タムボンクローンタップちゃん、タムボンファークフワイ、タムボンバンダーン。ありがとうございます。